フィウミチーノ空港は、イタリアの首都ローマの南西のフィウミチーノ市にある国際空港。別称、レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港。ローマ市街のフィウミチーノ市にあり、ミラノのミラノ・マルペンサ国際空港と肩を並べる、イタリア最大の国際空港の一つである。ルネッサンス期の芸術家で、イタリアが誇る芸術家でもあるレオナルド・ダ・ヴィンチにちなんで命名された。イタリアのフラッグキャリアのアルタリア航空の本拠地でもある。また、メリディアナやブルーパノラマ航空などのイタリアの航空会社の本拠地となっているほか、ヨーロッパの航空自由化以降は、スペインのブエリング航空とイギリスのイージージェットの2社の大手格安航空会社のハブ空港にもなっている。イタリアの首都を代表する空港であることから、各国の首脳がイタリアとバチカンに訪問する際の玄関口ともなる。例として2017年3月に日本の安倍晋三首相がイタリアを訪問した際には日本国政府専用機がフィウミチーノ空港に発着した。また、イタリアの首相や大統領、ローマ教皇が政府専用機やアリタリアのチャーター機で諸外国を訪れる時にも使用される。奇跡の経済と呼ばれた。第二次世界大戦後のイタリアの高度経済成長を受けた民間航空の増大に対応すべく、これまで使用されてきたチャンピーノ空港に代わる新たなローマの国際空港として1956年から1961年にかけて建設された。なお、その後もチャンピーノ空港も国内線や近距離国際線、ビジネスジェットや政府専用機などを中心に継続して、使用されている。その後の1960年代のダグラス DC-8 やボーイング707などの大型ジェット機の増加や、アジアや北アメリカ、南アメリカからの乗り入れ便数の増加。さらに、1990年代に行われたヨーロッパ圏内の航空規制緩和を受けた格安、航空会社の乗り入れ増加に伴い、繰り返し拡張しており、現在は4つの旅客ターミナルと、貨物施設が運用されている。また、ローマ市内との間を結ぶ空港連絡鉄道やフィレンツェやボローニャ、ミラノなどとの間を結ぶ高速鉄道の駅も作られ、ローマのみならずイタリアの交通の要所として運営されている。1985年12月にはアブ・ニダルが組織するANOによって起こされたローマ空港、ウィーン空港同時テロ事件の舞台となり、16人が死亡、99人が負傷した。概要する各ターミナルとしての4つのターミナルがある。ターミナル3とその西側にあるサテライトシートの間は、新交通システム、スカイブリッジによって連絡している。ターミナルとは別で、エリア BE の4つの区分がある。国内線、シェンゲン協定加盟国内線シェンゲン、協定加盟国外線フィウミチーノ空港からフライトがある国一覧フィウミチーノ空港駅にはトレニタリアの列車が直接乗り入れており、ローマ近郊鉄道や高速鉄道、フレキハージェントなどが発着する。近郊鉄道料金よりわずかに安い料金設定であり、深夜時間帯に運行される便もある。主な路線は次の通り。主要目的地への料金は2015年現在次の通りである。エイビスやハーツ、ユーロップカーなどのレンタカー会社の窓口が国内線及び国際線の到着ホールにある。旅客ターミナルと連絡通路で直結したヒルトンローマエアポートがあるほか、空港周辺にもジョリーホテルレオナルド・ダ・ヴィンチやコートヤード・バイ・マリオット・ローマエアポートなど複数のホテルがある。ありがとうございます。